西武池袋線の石神井公園駅です。東京都練馬区ですね。まあ、池袋駅から西武池袋線の急行に乗ると、まあ、最初に止まるのがこの石神井公園駅ですね。まあ、でも久しぶりに来ましたけど結構変わりましたよね。まあ、高架化されてなんか駅前も随分なんか整備されてて、これ石碑なんだろう、これなんだこれ、なんか漢文みたいなのよく書かれてますよ、これなんだこれ、なんか漢字ばっかりさっぱりわからないさっぱりわからないねえ。前は地上の駅舎でしたからね、もっと素朴でね、なんか郊外の住宅地のっていう感じでしたけど、まあ西武鉄道もねイメージチェンジが激しいですからね。まあ今日は石神井公園駅周辺を散策するんですけども、あなたどこに住んでんですかって聞いたときに、東京だとそう自宅の最寄り駅でそれを表現することが結構あるじゃないですか。だから石神井公園駅周辺に住んでる人は、あ、石神井公園に住んでますって言うと思うんですけど、文字通り受け止めればそれって公園に住んでるってことになりますよね。あ、西武バス、まあ、西武鉄道沿線は西武バスもよく、ね、ありますよね。駅から離れていくとこうやってね、繁華街というかごちゃごちゃとした商店街になって、まあちょっと雰囲気変わりますよね。やっぱり急行停車駅だけあって人通りも多いし、非常にこう色鮮やかな、あ、総指導っていうなんかね、すごくこうこだわりの感じられる古本屋がありますね。その隣にはワイモバイルとね、まあ、新旧いろんなお店が入り混じれております。ちょっと歴史を感じさせるゲームセンターがありますね。そして関東バス、まあ、石神井公園のね、公園方面に向かって歩いていきたいと思います。あ、そういえばこのお店って確か鉄道模型が走ってる、あ、違うか、なんか鉄道模型が走っているお店がどっかにあったんですよね。まあ、パチンコ屋はね、どこの駅前にもありますよね。まあ、さすがに秘境駅の駅前にはないですけども、まあ、東京の繁華街だったらゲームセンターと、でもさ、ゲームセンターって経営苦しそうですよね。だって今はさ、インターネットで将棋ウォーズとかできるじゃないですか。だからわざわざ100円玉とか持ってゲームセンター行こうっていう、そういう時代は過ぎ去ろうとしてるのではないかというね。あ、銀河高原ビールだって。まあビール興味ないですけど、銀河高原って確か岩手県の葛巻ですかね。あれ沼区内かな。さっきもお話ししたように、自分が住んでいる場所を最寄り駅で表現しようとすると、あ、私は成城学園前に住んでますとか、ねえ、石神井公園に住んでますとか、代々木公園に住んでますとか、そういうことになっちゃいますよね。学校に住んでんのかとか、公園に住んでんのかとか、あなたの家は公園の中にあるんですかってね。まあ駅前は賑やかですけども、商店街はすぐに終わって、まあいかにもね、明るい家族計画、家庭計画的な住宅地に侵入して、まあ、さらに石神井公園ですね、東京都立石神井公園があります。夏になってセミが鳴き出しましたね。ただね、セミは7月頃だとね、まだね、高いところに泊まるんですよ。こういう低いところに泊まってくれないんですね。やっぱりね、夏も初めの頃ってな、セミもね、もう元気いっぱい、意欲旺盛で高いところにね、お高く止まってるんで、捕まえることがなかなか難しいんですね。だ
から狙い目はやっぱり8月下旬から9月上旬頃ですね。そういうあのセミの寿命が近づいた頃にこう木の、ね、下の方に止まっているセミを捕まえていただくと、まあ、それがねセミ食の極意ですよ。こういうところとかさ、バッタいそうですけどね。バッタいないのかな。なんかピョンピョンって跳ねたりしないかな。なんかピョンピョンと跳ねるバッタがいたらね、すぐ捕まえて、まあ、バッタもね食べられますので、バッタって秋かな。まあ、こういう木道があるんですよね。はい、そしてこの池が石神池っていう池ですね。まあ、石神公園の池だから石神池というか、石神池だから石神公園なのか、どちらが先なのか、石神池が先なのか公園が先なのか、まあ池が先ですね。池があるところに公園作ったと。石神池は長細いですね。もう横広がりで、わかりますかね、ボートもあるんですよね。足漕ぎボートで遊んでるね、のんきな人たちがたくさんいますよ。まあ、ちなみに釣りをやってるおじさんとかもたまりますね。石神池で何が釣れるのかと思いますけど。そういえば今日は海の日ですね。7月17日、海の日、ね、海の日なのに池で遊んでいるというね、非常にその祝日たるものをないがしろにするようなね、不届き全満、言語道断なね、人たちですよ、ね、海の日、山の日があるんだから池の日も作れっていう、湖の日も作れというね、なんかまるでさ、冬休みと夏休みと春休みがあるんだから秋休みも作れっていうそれに似てますけども、でもさ、池ってなかなか風情がありますよね。湖っていうかさ、湿原というか。そして謎のモニュメントがありますね。オブジェというべきでしょうかね。虫取り網を持っている子供たちもいますね。虫取り網で何を捕まえる季節でつもりでしょうか。虫にとってはね、虫取り網に捕まえられるか捕まえられざるかというね、非常にこう瀬戸際が迫っているわけですね。ブランコのような普通の児童公園のような遊具もあるんですね。こういうところとかバッタとか飛んでてもおかしくないんですけどね。あ、セミがいるの。あ、セミじゃなくてトンボがいますね。だからトンボが、トンボもね、一応食べられることは食べられるんですが、食べる部位が少ないということ聞いてまして、トンボって捕まえるの難しいですからね。なんかトンボってさ、飛行能力高いじゃないですか。だからそして公園を出るかと思いきや、実はこちらがね、石神公園の本丸と言うべき場所なんですね。石神公園というのは二部構成になってるんですよ。さっき歩いたのが石神池のゾーンで、こちらが三宝寺池のゾーンですね。でこの三宝寺池の領域こそ石神公園の、まあ、奥の院というかね、神社でいうところの、ね、奥の院的場所ですね。ほら、なんか、なんか水生動物を捕まえようとね、一生懸命な子供たちがたくさんいらっしゃいますね。ハスでしょうかね。なんか水生植物。木道に
入っていきます。木の道ですね、まあ、よく湿原とかにあるやつですよ。釧路湿原とかさ、サロベツ原野とかね、そういう湿原を散策するために使われる木道、まあその木道がこの東京都練馬区のね大都市にも存在するという、まあ別に珍しいことではないですけど、この辺りよくねおじいさんがなんかさでかいカメラ使ってなんか鳥の写真とか撮ろうと一生懸命やってるんですけど、今日はそういうことやって、あ、やってますねやっぱり、うん、おじいさんたちのカメラに対するこだわりはすごいですからね。もうすごい、なんかめちゃくちゃ長いさレンズとか持ってますもんね。なんなんじゃいそれはってね、重くて旅行に持っていけないですよ。あ、でも水は濁ってるか。道の真ん中に木がドーンとね、偉そうに立ってますね。こういう自然な感じがいいですよね。自然の中に木道を作らせていただきましたというね、人工物が主人公なんじゃなくて、あくまでも自然が主人公、自然の中をねお邪魔するためのね申し訳程度の道路という、申し訳程度というやつちゃんと整備されてますけど、神社この木は一体何なの、この何なのこのひねくれ、なんかすごいですねこれ、横に横どういう伸び方してるんだかね、これ支えてあげないと倒れちゃうじゃんっていうね、何者水神社境内整備、あ、水なんだ、水、なるほど、水神様をお祭りしているわけですな。やっぱり水というのはね、やっぱり自然の、自然の源ですからね。なんやこれ、マダ神社？お？何これ？赤いですね。てかなんで神社って赤いんでしょうかね。あ、何これ？社殿改築庫？え？整備記念碑？あ、厳島神社って書いてますね。昭和58年4月10日、厳島神社宮司なんとかかんとか。厳島神社って広島にあるやつ？まあ、神社ってね、人一箇所だけじゃないですからね。いろんなところにさ、分社したりしますもんね。まあ、会社でいうとこの本社、支社、ね、札幌支店、仙台支店、新潟支店みたいなもんでしょうかね。アクション。くしゃみは2回してセットと言われてますからね。くしゃみは1回では終わらせられません。鯉はいないか。この三宝寺池の方がさっきの石神池よりも奥まった感じっていうか自然って感じしますよね。石神池はボートとか釣り楽しむ人がいて、やっぱりちょっと人に飼いならされた感じがありますけど、まあ三宝寺池もまあ同じようなもんかな。さあセミの、やっぱりセミがさ好む木ってあるんでしょうね。だってさ、やっぱりセミゾーンに入ってくるとセミがより激しく鳴き出しますもんね。
まあ水は汚いですけどね。まあ所詮東京都内の住宅地に囲まれた池に過ぎないですからね。でも臭くはないんですよね。井の頭公園とかちょっと臭いですけど、井の頭公園の池ってさ、なんかさ、なんか水がなんか腐った水っていうか、そのなんかすごいなんか変な匂いするんですよね。さあこの辺りはベンチがたくさんあって眺めてくださいと言わんばかりなんですけどね。おお、なるほど、こういう水辺の野鳥、まあ、こういう鳥をおじいさんたちは写真撮ろうと思って狙ってるんでしょうね。でもさ、もう数人で一斉にこういうところでカメラ向けたりしてるじゃないですか。そうするとなんか全員同じような写真になっちゃいますよね。オリジナリティのかけらもないというかね。そうでもないのかな。全員で同じような写真撮ることで仲間意識高めるってことでしょうかね。まあ写真っていうのもいろんな撮り方一つで、撮り方一つ二つで写り方変わってきますけどね。こういう画面だけ見れば、今日は秋田県の秘境なんとか池にやってきましたとかね、北海道の奥地、駅からタクシーで1時間、さらに山道を歩くこと30分、秘境の中の秘境と言われている丸々池にやってきましたって言われても、そこまで違和感はないかもしれませんけど、ちょっとカメラをずらすだけで、なんだただの東京都石神井池じゃな、石神井公園じゃないかとね。動画や写真っていうのはなんかどこを切り取るか、どこをね写さないかってことのが大事だって言われますからね。何を写すのかではなくて、何を写さないようにするのかっていうね、消極的な芸術判断が必要なんだっていう噂を聞いたことあります。あ、蓋を開けてご自由に撮りください。でもご自由に何が撮れるんでしょうか。何も入ってませんね。はあ、撮影禁止。お店の中か。公共の場所で撮影禁止とかふざけんなと思いましたけど、お店の中ってことね。公共空間でね、公共空間で撮影禁止とかね、断固容認できませんからね。私有地ならいいけど、私有地とかその人が管理している場所の中でね撮影するなっていうのがいいけどさ、禁止をするにもルールが必要ですからね。禁止って書けばさ、萎縮効果出るじゃないですか。何のね法的根拠、何のね拘束力もないような禁止事項であったとしても、禁止っていう看板出せばさ、ああなんかやったらまずいことになるのかなっていうさ、震え上がらせる効果あるでしょ。だからさ、無節操に禁止って書くことを禁止しなきゃいけないんですよ。これシャレじゃないですからね。なんか水生ザリガニ、なんかジャリガニをね捕まえてるみたいですね。ジャリガニも食べられるみたいですけどね。そんなわけで今日は東京都練馬区の石神井公園駅周辺、そして石神井公園をね散策してまいりました。まあちょくちょくこういうミニ歩行動画もやっていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。